まあ、即位位置してると何のポンが入らなかった可能性もありますようん、ありね。ますね。うん。大きな上がりをものにしたのはスパローさんですね。さあ、このまま2回戦目に突入します。スパローさん、エースさん、ジャンクスポーツさんの並びでスタートはしい。ました。ドラは9万です。スさあ、パ大ロー盤さスん、パロー達者でさん。すね。はねーい。うん。え。日本一になるかも。日本一なのだ言うてますからね。ねえ。サイスさん、手牌がめちゃくちゃ苦しい。ドラドラですが苦しい。そこを見るとスパローさんがダントツでいいですね。そうですね。はい。ポンしてよし。うん。ジャンクスポーツさん、嘘頑固になる。くちゃくちゃですもうやってられっかっつって。なんだよ、このハイパイ。そんなことない。あ、そんなことない？ローソー引き入れて、ドラの9万から切っていきましたね。そうですね。自敗ね、トンとかけはい、て、ポンさ十れ分た系です。後、嫌です十も分ん系になっね。てます。はい。さあ、トンがお、重なっローた。ピン切りましょはい、ストレートローピンを切って、いいシャンテン。う。はい、サブロー、ソーリャン、ウピン、三ピン、白。ローソーがちょっと危ない。あ、ほんまですね。まあでも小さい現物あるから大丈夫か。加藤さん、ゆうさん、こんばんは。はい、どうも。どうも、こんばんこんは。ばそうですね、こんばんはの時間帯ですね。さあ、いいシャンテン。ああ、白入りました。これはリーチに行きましたね。は。はい。はい、リーチ、白、ドライチ、う花わっを1と一枚。発キャッチ。これは、あ、もう丁寧に。1枚飛びのドラを切っていきました。サクッと積もりそうなうー雰囲気ですん。ね。ジャンクスポーツさん、弱押ししてますね。あ、じゃない、エースさんですね。急走行きましたよ。球速はね、割と打ちやすいんですよね。うんうん。チーソーが速いですから。はいはい。お、あ、トンガンコになった。それ、チーソーこれ通っどうてしまますすよ。か？チーチーソー通っソてますよ。ー。じゃ、チーソー行って、縦に置い換て、算。はい、換算そう。ミラクルの換算卒もありますあ、あよ。りますね。はい。あ、いいぞ。チーソー通ってますよ。チーソー通ってますよ。チーえソー通ってますよ。チーソーは通ってましたけどね。はい。まあ、言ってみただけです、あ、言っ僕ては。みただけですよはい。ね。はい。さあ、白の安冠、シンドラ一品。積もれるか。これでもリーなるチ行っか。てないの正解なんですうけど、ん。はい。さあ、積ね。もりました。ローソー人が引いたときにあ、ね、そうです入れね。替えれるんで。はい。あ、リー裏チ、裏。積も、白。裏裏裏、裏だ。チ、裏。1、2、3。え、突破3ですか？突破3ですはね。い。1万2000点のチップが、ん？裏裏裏言ってましたっ裏け？裏裏です。3枚。3枚。大きい。スパローさん、絶好調。絶好調。さあ、トン、一曲、一本場、スパローさんのエヴァン、レンチャン、ドラは、リアンソーです。おお、ダブトンが。トントンが、トイツ、アンコ？ダブトン統一。トイツ。今、A さんが普通の手組みになったので、トンとかは出てくる可能性がありますね。そんなもトイツ。あ、ナン切りましたなんね。切りましたね。はい。ほう。なんか、崇拝を持ちたいっていう感じですかなね。るほど。崇拝、なんかどこ来ても恨めたりとか、話したところ来たら恨めりそうだから、なるほど。ナンは何の恨めしかないのでって感じですかね。飛んであ、た。トンから行きましたね。はい、ダブトンオープン。想像は横に伸ばして、ダメンちゃんって感じですそうですね。ね。はい。あ、これで、スピンを切っていく。先引っ掛けってやつですね。まあ、ポン材残した方が
おっと、うん、あれでも残しとく手もあるんじゃないですか。いやー、風点が残るよりもポン材残した方が、うん、風品切った方がポンしやすいんでね。ああ、なるほど、はい、確かにそれは両ピンとパワーピンですもんね、泣きたいのが、はい、それは泣きやすそうですね。はい、サブラスオケもできた。はい、チートイツのいいシャンテンでもあります、うん、つもぎりますか。はい、ダロピも切っていく。キャンソワドラ、換算層の受けの方を重視しましたね。チートイツ先輩、チートイツ先輩、うん、親がね、ローピンとか切ってるんで、はい、3ピン受けたいですよね。受けたいですね、はい、3ピンに受けたい。ドラリアン層なので3層とかも9万短期、9万短期いいんじゃないですか。あ、いい層にしましたね。9万短期いいですよね。あのチャンター確定、チャンター確定でね、してここでリーチに行きました。イースさん、リーチ青、はい、イース層まあまあ薄い。そうですね、あと2枚ですかね。さあ、おかけリーチをかけたのはジャンクスポーツさんですね。3ピン短期、3ピン短期でこれいいんじゃないですか、はい、あ、ウッパー層のテンパイになった。こうなるとウーパー層も、あ、ウーパー層まあまあ薄い、うんうん、ウーパー層対イースー層対3ピン、3ピン強いんじゃない。3ピン強そうですね。さあ、3ピンこちらに来た。これが出る。リーチ、チートイツ、ドラが1,2,3,4,5 やる。はい、突破からフラは乗らず突破。16,000点の1コンバ、17,000点の上がりです。やる、やりますね。おさむちゃん、おさむちゃんやりますね。はい、あ、リーチに踏み込んだのも良かったですね。良かったですね。うん、エースさんもね、いろんな9万短期でも結構いいですよね。9万短期良かった感じでしたね。打点的にいい。ただ数素がもう当たるかもしれないと思ったんですか。あ、はい、そうですね、はい、それはありますね。さあ、とにかくエースさんの親番、ドラはイーマンです。いや、お見事でしたね、今の3ピン短期は。はい、この辺の上がり方がしぶといですよね。ね、ジャンクスポーツさんは。はい、アイスさん親番、チュンと白がドイツであります。でも、マッチの取り方次第では、上がり逃してますからね。うん、ハイピンがあんこになって、ジャンクスポーツさん、こちらいいシャンテン。チュンがあんこになりました。ペイも統一である、白も統一である、いい形です。お、ここもいいですよ。パーソー切りました。パーソーですね、はい、おお、いいですね。自然に、はい、自然に高く高く、はい、もう降りないですね、この形になったら、はい、おー、いい。はい、ちょっと。なるほど。サブロクッソンとコーコテみたいな感じですか。うん。さあ、サブロクッソン。お、玉点を選択。すぐにみんな切りそうですか。急速が出ていく形になってますね。ジャンクスポーツさんが、はい。これね。ウーパーソー入って、バーストだったらいいんですけど、うん、バーストー入っても、あ、そうか、バーストだったらダメ、はい、ダメ、ね、急走引くといいですね。そうですね、急走引きが、さあ、リーチに入ったことによってもしかしたら変わるかもしれないですね。さあ、 S さんはもう降りないですか。二役、本一、はい、ドラ、マンガン、まっすぐ行きます。さあ、ここどうしていきましょうか。パーソー切るんじゃないですか。一応ね、チーソーが今スーソー通ったので行きやすいか。はい、チーソー行きましたね。パーソーも自身でね。そうなるとローピンがちょっと、あ、そっか、こっちはサブローピン、はい、はい。さあ、これで選択ですね。急走に手がかかっていません。急走がパーソーを自分から見てワンチャンス、はい。それがこちら、スパローさんの上がりですね。リーチ、ピン、フ、ドラさん。ドラドラは乗らず、8000点。マンガンの上がりです。
さあ、曲が進んで、トン3曲、ジャンクスポーツさんのエアバンドラは嘘です。ジャンクスポーツさん、これ、手配が白統一、青統一、球いいじゃないで菌す統か。一、照射輪ですか、あれは。照射輪の方が上がれそうですね。ソーズ払っていく？あ、でもソーズも伸びた。こうなると、ポンか。ポンしましたね。はい、ポンしてきましたね。もう声出していこうぜということで。これでも白がもちもちなんですよああ、ね。そうなんですね。ここあと。あ、ほんまですね。しかもこっちも染めてっぽいんで、出ない。出ないですね。はい、統一落としもないような。はい。あるとしたらリーチ語ですね。あ、そうですね。スパローさんがリーチかけたりとかすると、はい。出る可能性が。あ、スパローさん手がいいです。ここで、アトムが出て、スパローさんがポンして、イーシャンテン。ポンシャンテン。はい。ポンシャンテンって言ったらね、昨日何ですかそれって言われて。言いますよ。ポンシャンテン言うよね。はい、でも、ゴーさんはポンシャンテンは認めてないらしいです。ああ、そはい、ポンしてそれは何シャンテンなの？あとね、的な。メンホンチートイもダメらしいです。どういうこと？ポイントチートイはどっちにしろ、メンじゃないですか。だから、わざわざメンっているの？みたいな。メンホンチートイはいらないってことね。さあ、サクッと上がったのは？スパローさん。はい、スパローさん。さあ、これで難入ですね。スパローさんのエアバンドラは嘘です。一本場。順調ですね、スあ、上パがっローたさん。の、ジャンクスポーツさんみたいですね。あれ？いや、スパローさんですよスね。パローはさん。い。表示がちょっと。はい。ただいま、親番はスパローさんですね。スパローさん、エースさん、ジャンクスポーツさんの並びです。難入してます。何一曲、ドラは嘘です。さあ、どうなっていくのか。ちょっと形は悪いけど、いいシャンテンですね、エースさんが。はい。おー、いい換算数を入れました。とはいえ。とはいえですか。で、こう見ると、ジャンクスポーツさんが良さいいげ？感じですよね。おー、首も来て。高くなりそうですし。はーい。チートイツのイーシャンテンになりました。こちらも、グッピンが来た。まあ、ネックになるところはいっぱいありますけど、仕上がったら高いですよね、ジャンクさん。で、チートイツのイーシャンテンにもなりました。あ、スパローさん。あ、先にチッピン切れましたはね。い。あ、そうそう。あ、いらない。ドラ表示牌なんでね。もっと来たくないですね。はい。いいですもん、本当は早く払いたいぐらいですね、ああいうの。さあ、リーチに行ったのはエースさん、ギャンソーとウーピンのシャンポンウーピンは待ち。ない。ウーピンギはャもンソーちももない。ち。あ、え、ギャンソーもないんですはい。ね。ってことは、現状山にはありません。はい。チートイツ、行かない。はい。パピンは現物。キューピン。キューピンはワンチャンスですが。どうしていさあくどうのすか。る。行きました。その投げやりの言い方ですね。いや、投げやりじゃないです。あれ、ちょっと怖がってますよ。どうしようみたいな。もうチーソがね、ここに固まってたんで、もうないんですよね。あと1枚か。スーソもないんですよね。そうそう、こちら。はい。
これは行きづらいです行きづらいでね。すね。降りる範囲は、現物はないですか？場所行きました。タウソが来た。これは一旦パーピン来ますパワーピか？ン切るんじゃパーないですか。あ、パソ。ソ。あ、今取ったパーソですね。これでチートイツのいいシャンテン。お。これでどうしていきましょうか。水素は通ってない。現物のパーピンを選択。ヤンピンも通ってない。筋のチーピン入り。一応テンパイ。はい。しぶ数素たい。と、数素とローピンのシャンポンですはい。ね。しぶといな。親番、離さないぞと。ナンパですよね、これね。あ、そうですね。ナンパなので、何じ一ゃあ曲で大すよ丈夫ね。ですね。ガスパローさん、エースさんの二人テンパイで留局いたしました。何一曲一本場、スパローさんの親番、供託が一本。ドラはローソーです。お、一メンツある。おお、いいあ、で二すメンツある。ね。お、いいですね。連続形ですね。はい。S S ささん、ん、厳ずっと、しい。ちょっとね、苦しいです。なん厳か、しい。普段その4枚やってるって言ったじゃはい。ないですか。3枚ってハイパイいいって言ったじゃないですか。なんかわ。これ見たらほんまかよってなりますよね。ねえ。4枚見たいやん、みたいな。圧倒的です。表示で2本場と出てますが、私の記憶が確かならば1一本本場場ですです。ね。はい。1本場の供託が1本です。さあ、スパローさん手がいい。もう今にもリーチがかかりそうですね。いいシャンテンから入らない。ここは想像をもうちょっと伸ばそうかと。どうなっていくのか。先輩入るか。入りません。ローソーはドラです。これで、これではい。も結構広くなりましたね。スチーピンもキャッチできる形ですね。もういいシャンテン長いですね。長いですね。ねえ。ああ、ドラ両面ができた。こちらもいいシャンテンなんですね。もうキューピン、ね、さっき切ったキューピンを切っていきますね。まだテンパイしない。二巡目ぐらいからじゃない。これだって、もう、ジャンコスポーツさん追いつきますよ。ねえ。はい。うわ。さあ、テンパイ。やめて。どうしましリーた？チリーいチに行た。きました。街はスーチーソー。リーチ、イペコ。リーピンですね。あ、ピングですね。リーチ、ピング、イペコ、ドラが1、2、3、4、5。花は抜いていませんが、もうトッパン確定してますね。高い。高い、お高い。さあ、ウーピンを持ってきて、青を切る。場には出てないんで、1、2、3、まだ5枚？まさかの。あ、4枚だ。自分で1枚持ってるの。はい。4枚、もういる。4枚もいます。この順目で4枚。さあ、こちらもテンパイ、パーピン短期。
オピオない。パピないんですか。ラーティーソー積もった。ミーティツモイペコドラが1、2、バイマン、3、4、突破。はい。鳥羽一郎。はい。涙のオンステージ。はい。やって言えた。1万2000オールの。1本場。はい、1本場。1万3000オール。ぶっちぎったなぁ。ぶっちぎりましたね、これは。はい。しかもチップ元が結構ぶっちぎってました。よね。はい。いやー、これは大きい上がりですよ。第1局、スパローさんの連チャン、日本馬、ドラはパーピンです。お、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 キーペコできてる。めっちゃいいですよ。鼻抜いて。いいじゃないですか。なんなら、9ピンの統一もいらんぐらいですね。はい。まあ、とりあえず9万を切って、2万切って、あとはちょっと、自敗重なったら考えます。ね。はい。あ、でも普通にシャンポンで行くよな。でもやっぱね、チップとかも結構抜かれてるし、そうですね、はい、大きく上がりたいですけどね。ドラがパーピンなので、ペンチーピン受けも残してパーピンを置いていきます。はい、スパローさんは順調です。はい、モンスパローさんってテンパイしてますね。ペンチーピン。はい。ペリカンチーピン。はい。シャンポンになった時に1万かな？チーピンがこれで目の前でもう残り1枚しかない状態になりましたね。はい、ワニ1枚、表示牌に1枚、自分で1枚使ってるので。まあ、リーチかけて出る牌ではないですね。そうですね。まあ、イーピン引きとか、ウーピン引きが最高ですけど、ね、まあ、イーピン引きでもパーピン切っての、ね、全然いいですね。はい、たまってもできるし。役割転配で。はい。シャンポンでもいいですよね。ああ、そうですね。イーマンとか拾いに行けますね。はい、おっと。わあ、これでイースーチーピンです。イーピンだと一通がつきます。さあ、おかけリーチをかけたのはエースさんですね。待ちは、イーソとイーピンのシャンポン待ち。ただこれね、酸素であんな感じでしたけど、うん、イーピン落としたらアウトですからね。そうですよね、うん、うわ染まってたって思うかもしれないですけどね、はい、全然大丈夫ですよ、エイスさん。さあ、ジャンクスパさん、ジャンクスパさんが苦しいですね。6ピンもいける。あ、これで高めの E ピンもまだ2枚います。よー、どっちに行く、どっちに行くのか。ジャックスポーツさんもいいシャンテン。こっちに行く。あ、ここに来た。やばい、やばい。え、出ますすーかー。やばい、どんどんだ、どんどん。はい、まあ、神茶取りなんでリーボート飛ばしはあっちにスパローさんに行きます、ね。1万8000リーチピンフイッツドラが123。はい、1万8000とリーチ、ドラが123、マンガン。1万8000。あ、積みは両方につくんでしたっけ、このルール。いや、どうだったかな。片方だけでしたっけ。積みがついたらもしかしたら2万と1万点、3万点の支払いかもしれませんが、積みが片方だけならば、2万と8000って2万8000。場所によってちょっと違うんでね。そうですよね。これ珍しいパターンで。まあ、でも飛ばしはスパローさんですね。そうですね。はい。